ビードギター谷口さん、イエーイ、谷口さん、イエーイ、谷口さん、イエーイ、すごい新人が出てる、荒井由実が出てきて、ちょっとダメ元でちょっと 作曲ちょっと依頼してみようかって、そしたらなんか快諾で作ってもらえて、それが大ヒットで復活、バンバン復活
まあそれでその後はねそんなにあれないですけど、でまあこれを歌うにあたって荒井由実から一つだけじゃないかもしれないけど注文が二人だけのメモリーってあの跳ねるように歌える、そういうシーン、知ってる。それを今でも忠実に本人たちが歌ってるし、僕もそれに忠実あれ俺は仕事一本だし、バンバジロコミだ、こんなね、壊れる人だと思ってるみたいですけどね最近はね、喋りしかしない。